藤ヶ谷大輔は11歳でジャニーズに入所。デビューまで13年と下積みが長い、子供好きで一時期は、保育士を目指していた、アム奈波江のファンで、初恋の人でもある、先輩の亀梨和也に、亀梨は何でも言ってくれるからありがたいです、と賛をつけ忘れてメールを送ったことがある、最初オーディションに落ちていたが、 ナンバープレート返却のため声をかけたのが、社長、追加で合格となった。